水スマシは、甲虫目に含まれるカブトムシの一群。水面を素早く泳ぐ小型の水生昆虫で、水面での生活に特化した独特の体の作りをしている。全世界で800種類ほどが知られる。成虫の体長はどれも数ミリメートルマイナス20ミリメートルほどの小型のカブトムシである。日本では3賊17種類ほどが知られるが、 その中でも、南西諸島に分布する沖縄大水スマシジヌトゥーズ、メリは、体長2 0ト、mm、ルに達し、世界最大級の水スマシとされている。なお、九州以北での最大種は、体長1 0ト、mm、ルほどの大水スマシ D、オリエンタリズである。成虫の体の上面は、光沢のある黒色で、楕円型で腹肺に扁平な体型である。触覚は短く、 六本の足もすべて体の下に隠せる。前足は細長いが、中足と後ろ足はごく短い。腹眼は他の昆虫と同様二つだが、水中、水上とも見えるように、それぞれ背側、腹側に仕切られている。成虫は淡水の水面を旋回しながら素早く泳ぐ。同様に水面で生活する昆虫に、 アメンボがいるが、アメンボは6本の足の先で立ち上がるように浮くのに、対し、水すましは水面に腹ばいに浮く。また、アメンボは、幼虫も、水面で生活するが、水すましの幼虫は、水中で生活する。日中に活動する姿を見ることができるが、流水性のおナ水すまスマシ類などは、夜行性が強く、夜間にだけ水面に浮上して活動する。 成虫は羽を使って飛ぶこともでき、他の水場から独立した水たまりなどにも姿を表す。植生は肉食性で、主に水面に落下した他の昆虫や、水面で浮かしたばかりの水生昆虫の成虫などを捕食する。幼虫は、ゲンゴロウの幼虫を小さくしたような外見をしているが、腹部の両脇にエラが発達し、水面に浮上して空気呼吸する必要がない。 幼虫も肉食性で赤虫など小型の水生生物を捕食しながら成長する。沖縄大水すまし、日本産水すまし。ありがとうございます。